るものではないと思う。それはクラス兄さんとは関係ない。私もできることなら、可愛い弟や妹たちの危機に金を工面してやりたいと思っているよ。だが、残念なことに持ち合わせがなくてね。7億半もの大金が工面できるスポンサーに心当たりがあるなら、先にそちらを当たってもらいたいのだよ。もしお前たちがどうしてもこの兄を頼りたいと言うなら、私の口利きでスポンサーを探してやってもよいのだがね。おっと、私にはそんなものはいないと言っていたか。それではどうにもならんね。エヴァ、冗談じゃないわ。兄さんに借りなんか作れるもんですか。冗談じゃない、冗談じゃない。クラウス兄さんを頼ったらどう助けてくれるの。言ったではないか、私にできるのは他のスポンサーを探すだけだよ。もちろん利息を融通してもらえるようには最大限交渉するがね。ちくしょ、足元見やがって。あなた落ち着いて。落ち着いてるぜ、俺は極めて冷静だぜ。クソったりが。こんな時本当に親父殿の隠し黄金が見つかればいいのだがね。そうすればすぐに25億ずつをこの場で切り分けてやれるのだが、残念残念残念至極、非常に極めて実にどうしようもなく残念だ。今宵は兄弟みんなで酒を酌み交わしながら、親父殿の隠し黄金を、ベアトリーチェの秘文の謎をみんなで解き明かしてみようじゃないかね。仲良し兄弟が4人揃えばきっと解けない謎はないはずさ。面白いことをする。それでその突きつけた条件というのは何か。はい、クラウス様は黄金の発見を問わずに、その分け前としてエヴァ様、ルドルフ様、ローザ様に
計75億円を支払うこと。ただしその1割を3月までに支払うこと。クラヌスの間抜け目、弟たちに足をさらわれるとはな、実に愉快ではないか。しかし爪が甘いようだな。はい、クラウス様はそれを。エヴァ様以下お三人が緊急に大金を用立てする必要があるためと看破されました。その程度のことは看破できるのか。中途半端に無能な男め、今はどうしている？話は一度中断されました。今はベアトリーチェ様の秘文の話をされています。私の黄金がどこに隠されているのか、その謎を解こうとか。奇跡の成就が先か、愚か者どもが黄金を暴くのが先か、実に見物ではないか。愚か者どもが我が謎を解き明かしたなら、その時は私の全ての敗北だ。我が屍を骨の一かけらまでしゃぶり尽くすがいい。愚か者どもの貪欲さが偉大なる魔法に奇跡を宿らせるのだ。だがもし奇跡の成就が先だったなら、先だったなら、ベアトリーチェは再び蘇る。私が半生をかけて追い求めたあの美少が蘇るのだ。おお、ベアトリーチェ、奇跡を落とす聖なる夜がやってくるぞ。悪魔たちとのゲームが始まるぞ。私はきっと打ち勝つ。絶対に生き残る。他の奴らの命はくれてやる。富も名誉も財産も黄金も何もいらぬ。ただお前の微笑みがもう一度見たいだけなのだ。なぜ私が黄金の隠し場所をわざわざ人目に触れるように晒したかわかるか？いえ。魔法の力はリスクで決まるからだ。ベアトリーチェの黄金を暴こうとする人間が多ければ多いほど、その危険が高まれば高まるほどに、それでもなお成就できたとき、魔法の力は偉大なる奇跡を起こせるのだ。魔法とはつまりゲームなのだよ。優れている者が勝者になるのではない。勝者には魔法が与えられ優れるのだ。わかるか？生命の奇跡が数億分の一という神々しい確率に勝利するからこそ与えられるようにな。お前には少し難しいか？申し訳ございません。よい、つまりはこういうことだ。ベアトリーチェの秘文の謎を解いた者には、私が築き上げてきた全てを与えよう。富、名誉、黄金、そして後宮家の家督、私が築き上げてきた全てだ。その謎に挑む資格があるのは何も私の息子たちだけとは限らぬ。たとえお前であっても、その謎を解けたなら全てを得る資格があるのだ。はい、ですが僕にはあのような難しい謎は分かりかねます。無論だ、難解に作った。だがお前も挑め。それが我が魔法の奇跡を呼ぶ糧となる。誰もが挑み誰にも至れなかったら、その時はその時だが、奇跡が集い魔法の力が生まれたなら、その時こそベアトリーチェが蘇るのだ。だからお前も挑め。誰もが挑め。そして我が魔法に力を捧げるのだ。わかるな？はい、努力します。
下がれ。酒棚に菓子の袋があろう。ダチンに持っていくがよい。結構です。僕は家具ですから。ふん、家具は菓子など食わぬか。道理だな。ならばもう下がれ。はい、失礼いたします。南條様、いかがなさいましたか。ああ、源氏さん。いや、何、居場所がなくなりましてな。しかし、私には分かりませんな。どうして金蔵さんはこんな挑発的なものを書かれたのでしょう。私には親方様のお考えは分かりかねます。深いお考えがあってのこととお察しします。金蔵さんのチェスは昔から随分と遠大な読みで布石を打たれるものでした。いや、時には理解できない一手さえ、私ごとき凡庸では何を目論まれているのか皆目見当もつきませんな。私はこれを親方様の何かの遺言状ではないかと考えています。それを理解できた者に財産や家督をお譲りになられようということなのでしょう。つまり、私のようなよそ者に解かれてしまう前に、兄弟四人で協力し合って謎を解け、ということではないか、ということですな。金蔵さんは、息子さんたちのことを口悪く罵ってはいますが、なんとか兄弟が仲を取り戻してほしいと願われているのかもしれません。一族のものでなくとも謎に挑む資格があると常々おっしゃっています。南條先生はいかがですか。いやいや、この老いぼれには少々難解が過ぎますが、実は以前この碑文を手帳に記しましてな、夜な夜な寝る前に挑んでみたのですが実に難しい。お迎えが来るまでの間ゆっくり楽しむことができそうです。源氏さんこそいかがですか。私めは親方様にお仕えする家具にすぎません。黄金も財産も私には不要なもの。やれやれ、本当に謙虚な方です。だからこそ金蔵さんもあなたには心を許されるのでしょう。ならば光栄なことです。
懐かしき故郷を貫く鮎の川、黄金郷を目指す者よ、これを下りて鍵を探せ。